はい、それではエペソ人への手紙の2章の後半ですね、11節から、この見ていきますけれども、このエペソのですね、この手紙ですね、この贖いについて、この霊的な祝福としてですね、このパウロがお話をしていました。この1章でですね、でその中で、まあ、最終的に10節なんですけれども、時が満ちて計画は実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることですと。でこのように一つにキリストにあって集められる、一つになるということが最終的な贖いの完成された姿なんですね。でアダムが罪を犯した時以来ですね、このバラバラになってしまう、神との自分と の人との関係がバラバラになっただけではなくて、人と人との関係もこのバラバラになっていって引き裂かれているんだということなんですよ。でそれをいかに、この寄り戻すかということ、がこの非常に重要に、なって、きます。で私たち今の時代ですね、社会の分断とか孤独とかですね、そういうこの問題がありますけれども、まあ、これがですね、簡単に言うとですね、簡単に言うと絶対的な真理を、この共有してないんですね。だから一人一人感じること、思うことが大事、まあ大事だ、尊重するのは大事なんですけれども、大事であって、それらが真理であって、絶対的な真理ってのはないんだと。で、これなんか、いかにも流行ってるから、ね、で、絶対的な真理、だからイエス様が道であり、真理であり、命なんて言ったら、ものすごい偏見に聞こえるわけですよね。それぞれがそれぞれ正しいことを信じてるから。で、これやるとどうなるかって言ったらですね、孤独になっていくんですよ。なんでかっつったら、相手が思っていることっていうのは何かが分からないわけですよね。だって共通するものがなくなるわけですから。でそういうことでこの今の時代っていうのは分断であるとか、で分断って何で起こるかっつったら、そのみんな分からないから、こう表面的にだけでもこう何て言うかな、こう同じ意見のものとか同じ極端なこう主張とか思想ですね。でそれでこう固まっていくわけですよね。でそれで分断が起こっていく。要は真になるものがない、真理が共有されてないから起こっている。これがまあ人間の今の罪の姿なんですけれども、神はもともとそうお考えになっていません。神ご自身が私は一人であると言われた時に、我々に似せてと我々という複数を使っているわけですね。三位一体の神であられて、神ご自身がの中に一つになっている、その交わりの一つですよ。意味わかります？父子聖霊の交わりの一つがになっているというものがあって、我々に似せてって言ってるんです。で我々に似せてって言って、男と女に作られたわけですけれども、その時男だけを作った時に一人でいるのは良くないということで、男から女を作って、でそれで二人は一体となるのである。一体という言葉で、この一体というヘブル語が、私は一人である、一つであると、この神が一人である方の一つと同じヘブル語が使われています。つまり人を作られた時に、その一つになるっていう、この神に似た世界、神に似たものっていうことが、この神の目的なわけなんですよ。そこでね、このエペソの流れというのは、この2章に入りますと、まず前半部分が、その個々人がそれぞれが神ご自身から離れていたというところを、キリストにあって一つにされるっていう贖いなんですね。だから罪の中に死んでいた私たちが、神の御怒りを受けるべき私たちがですね、憐れみ深い神様は私たちをキリスト共に生かしてくださって、天のところに座らせてくださいましたと、この父なる神、右の座に今ついているキリストにあってですね、私たちも天のところにつかせてくださったというところまで神様は持ってっておられる。これは神と一つになって
いる神にと交わりを持つことができるようになったんだということなんですね。で、11節以降、今から見ていくのは、今度は、なんですかね、神と自分との関係が縦の関係だったら、横の関係ですね。ユダヤ人と異邦人の間にある壁が、イエス様が崩して打ち壊したんだよという、これによって一つになる。キリストにあって一つになるんだよということを話してるんですよ。いずれにしても一つになるっていう。で、こういう贖いの、このストーリーっていうんですかね、ご計画の中に私たちが入れられてるんだっていうことはね、本当に皆さんぜひ知ってください。なんでかっていうとですね、この先ほど言った悪い時代の中に、もう自分が真理であると。だから自分が信じていることが真理であるという、そういう独りよがりの信仰っていうのは入り込んでます。ですね。で、私が信じてるのは、私が今生活の中でイエス様を信じてるんだから、そこが教会だっていう誤った教えがあるんですね。だから理解ができないかもしれませんけど、そういうことを言う人が、私も手紙で受け取りますよ。ね。そういうふうに、実際に文字通りそういうふうに言う人がいますよ。で、どこの教会にも行ってませんと、私が教会ですって言うんですよね。だから私本当にね、そこで、あ、そうなんですかって、じゃああなた牧師さんなんですねって言って、あ、そうなんです。じゃあ、あなた賛美リーダーなんですか、そうなんですね。じゃああなたは、じゃあ羊さんもやってるんですね。じゃあ、トイレ、全部やってるんですね。聖書の中に、それぞれが各部分でやって、キリストの体なんだってこう言ってて、私たちは部分だから、それだけでは生きられない。手だけで生きられないんですよね。足や他の各部分があって、初めて手が生きる、自分が生きることができるわけであって、でそこもやっぱり一つの、後で出てきますが、一つの体でしょ。一つの体っていうところで初めて神のご目的が、この果たされていくわけなんですよね。ではね、11節12節ですね、見ていきますよ。ですから思い出してください。あなた方はかつて肉においては異邦人でした。人の手で肉に施された、いわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の者と呼ばれ、その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく神もない者たちでしたと。このように、この以前の、思い出してくださいって言ってますから、エペソの人たちの以前の姿をパウロは言っていくか、このもう何ていうかな、絶望的な話から始まってるじゃないですか。で、思い出します、この2章の1節と2節、そして3節も絶望的な状況から始まってたのを思い出しますね。罪と背きの中に死んでいて、そしてこの空中の権威を持つ者の支配者なんですね。それにただ従っている、歩んでいると。で、肉の思うままに、肉の欲の思うままに生きて、生まれながら神の御怒りを受けるべきものであったと。で、このように真っ暗なんですよね。だからこそ神がいかにその優れた恵みを与えてくださったかという輝きが見えてくるわけです。で、パウロはそれを行ってるんですね、今も。こっちでも。この11節、12節でも同じことを行っていまして、思い出してくださいとこういうふうに言ってますからね、結構これ、あれですよ。エペソの人たちも思い出さなければいけないぐらい、なんか結構前の過去になってるっていうかな。それで変えられてるんだよね、このエペソの人たちもね。で、この前のことを思い出さないと、ああ、そうだったよな、確かな、とかってね。まあ、そうならないと思うんですよね。皆さんもそうじゃないですか、結構。なんか過去、こうだったんですよねって。ああ、まあね、そういう時もあったかな、みたいな、ね。素晴らしいですね、これね。本当に恵みによって変えられてるから、そのように、なっているわけですね。で、肉においては、異邦人。これはだから民族的に血縁において、ユダヤ人ではないよと言っているんですが、単に
血縁関係でユダヤ人ではないと言っているだけではなくて、もっと、深い強い意味があって、神の祝福を受けるようにされているイスラエルからあなた方は除外されてましたって感じですね。そういう意味合いです。無割礼のものと呼ばれているっていうのは、これユダヤ人の別称なんですよ。この、異邦人に対する、無割、お前たちは神の契約から遠く離れた奴らだと。でこのようにこうなんか侮蔑するっていうか、罵るというか、ヤジを飛ばすっていうか、そういう時の言い回しで、例えばサムソンがペリシテ人の女をめとる時に、両親がね、無割礼のペリシテ人から妻を迎えるとはってこう言ってですね、でヨナタンがね、ペリシテ人と戦う時も、無割礼の者ども、ダビデも言ってますね、ゴリアテのことを、この無割礼のペリシテ人ってゴリアテを呼んでるんですね。このようにそのように呼ばれていたもので、でこの人のって、あれですね、キリストから遠く離れていると。でこれキリストとメシアですね、イスラエルを救われる方メシアからですね、遠く離れていると。罪からの贖いとは全く関係なく遠くに生きていたんだということですけど、どういう状態かっていうと、後でパウロが4章の17節以降でね、話すんですよ。この異邦人についてのキリストから離れた生き方、こう言ってます。あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らは知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅くなな心のゆえに神の命から遠く離れています。無感覚になった彼らは公職に身を任せて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっていますと。でこのようにもうエペソにある偶像礼拝ですね、アルテミス神殿をはじめとする偶像礼拝や、また性的に非常に乱れて、まあ、いるわけで、キリストから遠く離れている、その罪の贖いから遠く離れているわけです。でその次に、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人とありますけれども、神はイスラエルの民に約束、祝福の約束を与えられましたね。覚えてますね、アブラハムの子孫として、このイスラエルの民を祝福するということですね。例えば土地が作物で豊かになって敵からも守られるということとかですね、あとは幕屋を作りなさいって言って、私はそこであなたに会う、あなた方に会うんだっていう話とかですね。でそういう契約ですね、こう約束の枠外にもう異邦人はいるわけなんですよ。だから旧約においては、その異邦人で、このイスラエルの便益に預かっている、その約束の中に入っているっていう人はね、自分がイスラエル人のように生活していくしかないんですね。例えばラハブの一家、あの後でイスラエル人の中で住んだと書いてますね。あのエリコのあの陥落の後ですね。あとナオミじゃないよ、間違った、ルツですね。でナオミの、この出身地ベツレヘムに戻って、もう私、あなたの民は私の民と、彼女も自分はイスラエルの民の中で生きますよ、生きていきますよと。で、このようにすることによって初めて、その恩恵に預かるわけですけれども、もしそうでなければ、イスラエルと接点がなければ全くの他国人、もう関係がないということであります。そして次に、この世にあって望みもなく神もないっていうのね。いやこれ本当に思いますね。なんていうかな、こうよくね、宣教師の人にね、短期宣教で来た宣教師の人がね、つぶやく言葉があるんですよ。電車に乗ってね、まあ、眠くなるじゃないですか。寝てる姿とか見てると、ああ何なんだろうな、日本に希望がないなっていうふうにこう言うんですよね。
で、なんでその場面で言うのかなっていうのも、まあ確かにそうかもしれないなっていうのはあるんですけれども、でもやはり自殺するしかないような社会ですね、希望がない社会で、希望がないって神から希望が来ますので、それがない社会って本当にこう残念でならないですよね。御言葉の中にローマの15章の13節に、希望の神が信仰による全ての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますようにと。こういうように希望の神だから、神がいるっていうことで希望があるっていうのは、これも同義語っていうかになってるんですけれども、それがないという状況ですね。これバイブルカフェをやっておりますと、まあ、いろんな方がいらっしゃってね、で一昨日はクリスチャンじゃない人じゃなくてカトリックの人なんですよ。ですね、もうご高齢の方で、ご主人をもう先に、召されてですね、天にね、で残る、人生を本当にベストで生きていかなければいけないということでですね、もう本当に、まあ、おきれいな方でね、本当にこうね、生きている姿勢がね、前向きなんですよ。で、それを見てて、なんか年を取ったらこのように生きていきたいなって思ったぐらいですね、私がね。で、これはもうね、こう天の希望があるんですよね。で、先立たれてるご主人もね、もう自分を見ているって何度も言ってたけども、こう違うんですよね。どうですか、エリザベス女王に、2世がね、女王が天に召された後も、私も似たような感覚になりましたが、なんか悲しいとか寂しいとか絶望じゃなくて、しばしの寂しさって書いて、ほろ苦さですよね。だって彼女凱旋してるんですから、天にですよね。それと同じような感覚で、これを裏返せば、日本にはないわけですよね。それ神もなくて望みもない、という状況で、このエペソの人たちも、まあ、そういう状況だったわけです。だからもうとにかく蚊帳の外、関係のない中で生きていた人たちなわけです。で、ここは私にとってもすごい福音というのは、つまり良い知らせと感じた箇所で、なぜかと言ったら、日本人として生きていて、どうやってクリスチャンとしてっていうのもあったんですよね。アメリカだったら、アメリカが羨ましくなることは何度となくありましたよね。で、それは何かって言ったら、やっぱりアメリカ人として生きたとしても、やっぱりキリスト教っていうものは何らかの形で触れているわけでですね、こう遠くない存在じゃないですか。まあ、今アジアの国でも韓国なんてでもクリスチャン非常に多いですから、遠くない存在ですけれども、まあ私にとってはですね、もう本当に遠い存在で、イスラエルって言ってもですね、この聖地旅行を組むだけでも、やっぱりアメリカ人が気軽にイスラエルに行くとは違う、やはり大きなハードルがあるわけなんですよね、いろんな意味でね。で、その中にあって、まあ、自分はキリスト者として生きていくっていうことは一体どういうことかなっていうふうに考えていくときに、13節以降にある福音があるんですよ、恵みがあるんですよ。それ何かといったら、しかしかつては遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスにあって、キリストの血によって近いものとなりました。しかしから始まります。恵みは全てを変えると、まあ、前回もお話ししました。これチャック・スミスの本の題名にもなってますけども、 Why Grace Changes Everything、 恵みはなぜ全てを変えるか。で、この前のメッセージはゲームチェンジャーっていう言葉を使ったよね。これ恵みというのが神にとってのゲームチェンジャーで、全てを変えるということで、この今ではキリストイエスにあって近いものになったんだということなんですね。だから自分にとって遠いなって思っているものが目の前にある、つまりイエス様にあって神が近い方になってくださった。で、先ほど午前中にお話しましたが、イエス様は遠くにいる人たちに近づいておられて、酒税人や遊女、雷病人、サマリア、
人、盲人、足ない、口の聞けない人とか、引き離されている人たちのところにあえて近づいて行かれたんですよね。生まれつきの盲人のところをご覧になったって書いてますけど、あれね、日本語だけだとね、インパクトが分かんない。ギリシャ語を見るとじっと見ていたっていうふうになってるんですよ。だただ見えたんじゃなくて、そういう人をじっと見るっていう、このそういう方なんですよ。でキリストの血によってそうなったって書いてますよね。一章の7節にも、私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けていますということで、なんでその血によってそうなるかっていうと、その仕切りが取れる、罪という仕切りが取れるわけですね。で幕屋というのは本当にそれでもイスラエルのために近づいてくださった神様の証ですが、それでも幕屋と言われるように幕が仕切りとなって、でも宿営の真ん中にいてくださったと。でも仕切りがあるから、この祭司がその生贄をほぐって、そして手と足を洗って聖所の中に入って、そして灯火をですね、この食壇にやって、そしてあと臨在のパンですね。であとその真正面には香壇があって、で月年に1回大祭司が血をですね携えて、この契約の箱、なだめの蓋があるところに行ってですね、そこでようやくこの神の語られる御臨在のところに行くことができるわけですけれども、それが、イエス様が十字架につけられて血を流されたことによって罪が清められて、その幕もねなくなったということですね。これ裂かれたということです。でこれを詳しく書いてあるのがヘブル人への手紙なんですけども、10章の19節から22節をお読みしますね。こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。また私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司がおられるのですから、心に血が振りかけられて、邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんかということで、イエス様の肉体自身が自体が垂れ幕となってですね、そしてこの私たちに新しい生ける道を開いてくださったと。真心から神に近づくことができるという、これがすごいことになったわけですよ。とてつもない大きな恵みなわけですね。でその異邦人がドドッと教会に来ることがそのままでできるようになって、割礼を受けずにですね、まあそれで逆の問題も起こったわけですね。このまだそこから離れられないユダヤ人で立法にこだわっている人たちが、これでいいのかって話になっていったわけですけれども、ドドッと、まあ、来たわけなんです。しかしキリストは平和であるっていう方ですね。まあ今思い出しましたが、カルバリーチャペルもこの平和なるキリストのムーブメントと言ってもいいかもしれません。何かと言ったら、ドドッとある時から来始めたんです。普通日曜日にね、牧師だけじゃなくて普通の人もスーツ着るような、でピアノとかオルガンをねやってるようなね、まあ、そういう教会がカルバリーチャペルだったんですですね。でそこにですね、髪の毛伸ばしてろくにお風呂入ってない、ちょっと臭い、臭いどころがめちゃめちゃ臭かったかもしれないけど、まあ、ビーチとか歩いてるですね、若い子たちがですよ、高校生か高校生上がりかですね、そういう子たちがやってくるわけです。でね、やってくるとね、なんかね、生産式のカップあるじゃない、あれね、なんか飲んだ後なんかこう親指 の裸足で来てるから、みんな親指のところにこうやって遊んでたりするってね、そういう状況だった。である時にチャックはね、たまたま早く朝ね、教会に来てたんですよ、日曜の朝。そしたら立て看板があって、裸足お断りっていうのがあったんです。で彼はたまたま一番乗りぐらいで来てたから助かって、それ外すことができたんですけども、役員会でも怒りました。でなんで理由は何かっていうとですね、絨毯にですね、このね、油がついちゃうんですね。いつもビーチを歩いてる子たちなの で、ビーチってね、わずかにね、こう油が
あるんだよね。油っていうかその海から来てるのかな、この油が。でそれがあるから、その足につくと、でこれ絨毯をそこを踏むと、こうもう取れないんですよ。何やっても取れないんですよ。クリーニング、この水かなんかいろいろクリーニング屋さんに頼んでも。だから裸足お断りってことだったんです。でチャックはですね、それで役員会で、もし裸足が問題なのであれば、絨毯でね、その来ないっていうにさせるのであれば、絨毯ひっぺ返してコンクリートにしましょうってこう言ったんです。実際は実行しなかったんですけども、だからこういう感じでこの壁ができる、生まれてるわけですよ。もうですね、ヒッピーに対してドドッとくる。だってキリストイエスにあって、キリストの地位によって近いものとされたわけでしょ。イエス様によって神に近いものとされたわけですよ。だから壁を壊さないといけない。その壁を壊したのがイエス様で、14節で、実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち2つのものを1つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵を打ち壊し、様々な規定からなる戒めの律法を廃棄されましたということであります。素晴らしいですね。キリストは平和だと。これ、ね、キリストが平和を持っているって言ってるんじゃなくて、平和自身であるっていうか、平和自体であるということですね。で、なんでそういう風になるかって言ったら、これね、ある意味で秘訣はですね、賛美です。ですね。イエス様がお生まれになった時に、天使たちがやってきて羊飼いに、そして賛美をね、するんですけど、内容はですね、意図高きところで栄光が神にあるように。地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにと、こういうふうに歌ってるんですね。栄光が神にあるようにって、天において神に栄光がに帰しているとですね、私たちはおなずとお互いの間の関係っていうのは縮まってくるんですね。壁がなくなってくるんです。この天国のリアリティが見えてきます。だから私たちはお互いにつながってるんだってことが分かってくるんです。どうですか、賛美をしてですね、賛美し終わった後ですね、本当に賛美集会とかそういうので、まあ私もキャンプとか行くとですね、すごい分かります。奥多摩のキャンプとか、あとアメリカだったらこのミッションズカンファレンスとか終わったらですね、もう本当にそこにいる誰でもいいですよ。もう見知らぬね、兄弟悪い姉妹ですね、もう本当にハグしたいぐらいね、こう心が開くじゃないですか。なんでかって言ったら、天国のリアリティが一つになってるからですよ。ですね、だから神の栄光、そして平和が御心にかなう人にあるようにと。でこのように言って、そしてキリストが2つのものを1つにすると、こう言ってますけれども、これですね、1つになかなか人間の世界ってならない理由ね、午前中もお話ししましたが、1つになろうとするときって争いが逆に起こっちゃうんです。なんでか分かりますか。自分のやり方を相手に押し付けるからですね。マウンティングを取るっていう言葉ね、今、あるじゃない、上位に立つおうとするって。だからロシアがウクライナにさ、あなた方もロシア人だとかつってさ、一体一つにはなってんだけど、何、結局戦争することによってね、一つになろうとしている。もう本当にこれは人間の罪の姿ですよ。けれども平和の君キリストは二つのものを一つにすることで、このユダヤ人と異邦人のことですけど、この二つっていうのは、でも他のね、もう三つのもの、四つのものも一つにするわけです。ガラティア書の3章の28節で、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もありません。あなた方は皆、キリストイエスにあって、一つだからですということですね。素晴らしいです。で、ここで大事なのは、当たり前のことなんですけども、女の人が女を辞めるっていうことではないですね。当たり前ですね。この一つになるっていうのは。男の人が男を辞めるってことではないですよね。一つになるっていうのは。同じようにユダヤ人がユダヤ人を辞めるってことはないわけですよ。ですね。異邦人が異邦人を辞めるっていうことはないわけですよ。で、これは多様性の中にあって、いいですか、すごい大事なんですけれども、アイデンティティが変わるんですね。次に新しい人っていう言葉が出てきます。新しい人。ですね。出てきたかな、今も。ね、でこれね、新しい創造されて、この新しく作られたものというキリストにあって新しいものになったんだというこのアイデンティティができたんですよ。アイデンティティは私は誰であるかということをこう示すものですね。
なので今までは壁となって対立していた大事なこと、例えばユダヤ人と異邦人の違いであるとかね、奴隷と自由人の違いであるとかですよ。でこれが二の次になっているということです。あるはあるんですが、それがすごい大事なことではなくなってくるんです。まあ大事なんだけど一番大事なものではない、そんな対立するような内容ではないわけなんですよ。意味わかります？むしろ罪から贖われた者たちのですね、そういう属性っていうんですか、その二義的なね属性、例えば 私たちの場合は日本人であるとかね、日本というものが、このもっとその属性でさえ神の栄光を表していく、その多様性としてね、神の栄光を表すわけですね。例えば以前私クリスチャンになったばっかりの時にクリスマスかな、いや違う、正月かな、元旦のね礼拝行った時にですね、袴姿でさ尺八吹いている牧師さんだったんですよね。その時クリスチャンになったばっかりだからね、僕はね、ああ尺八ってのは異教のものじゃなくてね、神の栄光にね用いられる器なんだと。この袴もね、みんな着物もそうですよ。で先ほど話した午前中に紹介したあのビデオですけども、民族衣装でね、アメージンググレース歌ってる人たくさん出てきますよですね。あとなんだっけ、インドネシアの人はこうやってね、このなんかこれもう仏教の要素はなくなってんですよね、あの地域ではね。どこの東南アジアの人ってこうやって仏教から来てると思うんだけども、仏教の要素なくなって、でこうやってね、もう挨拶して歌ってるんですよね。こうやってそれ全部が神様の栄光になってるんですよね。けれどもこう対立しているユダヤ人とサマリア人とか、まあ、私たちもね、その歴史がいろいろあって日本人もあるわけじゃないですか。その傷、過去の傷とかですね。けれどもそれは二の次なんですよね。キリストにあって一つになったんだということです。ご自分の肉において聖立ての壁である敵を打ち壊したとありますけれども、イエス様がその罪の処罰を身代わりに受けてくださって、それでその敵、神と自分との間、罪によって神と敵対しているっていう敵意がなくなってですね、でなくなった者同士が集まると互いの間にも敵意がなくなるということなんです。だからキリスト者にとってですね、なんていうかな、神は実にその一人子をお与えになったことに、世あるいは世界を愛されたとありますから、それもちろん罪というものは憎まなければいけませんけれども、憎むっていうのは、だから嫌いっていうのは無縁にならなければいけない。例えば、私たちの国にはユダヤ人はほとんどいないですけれども、まあ、これは欧米の人にとっては切実で、反ユダヤ主義とも呼ばれますが、ユダヤ人がどうであろうと、あれですね、ヘイト、いわゆるヘイトですよね、嫌悪ですね。でこれはもうクリスチャンにあってはならないことですね。ある一定の民族ですよ、例えばアラブ人が嫌いであるとかね、で何々人が嫌いであるとか、でこれは世を愛されたと、神がそう言われてるんですから、そうであるべきなんですよね。アブラハムはキリストにあってアブラハムの祝福が全ての民族に来るわけですから、祝福してとしても呪ってはいけないわけなんです。でだから自分たちも同じなんですよ。炎のランナーの映画ご存知の方、名前だけでも知ってますか？多くの方知ってますよね。これもクリスチャンじゃなくても知ってるぐらいすごい。でもその後の話っていうのはご存知の方どれだけいらっしゃいますかね。僕説教の中で言ってるからね、もう知ってる人は知ってるんですけども、人はですね、もともと中国宣教の親から生まれたのかな、とにかく中国宣教に行ったんですよ。その後もう全て投げ打って、そういう栄誉であるとかね、そのうちに日本軍が、日中戦争ですね、まさにになっちゃって、それで彼は抑留されたわけです、収容所に。でですね、抑留された時にですね、聖書の学びをやってたんです。ちっちゃな子っていうか若い子たちも入れて、で敵を愛するんだよ、日本人のために祈ってこうねって、こういうふうにね、
言ってったんですよ。で、それを聞いていた若い、そこにスティーブ・メディカフという人がいて、最初は一体何なんだろうと思って、ところが終戦になるんですけど、その直前に彼は脳腫瘍になって死んじゃうんですね。このエリック・リーデルか、主人公のエリック・リーデルはですね、脳腫瘍で死んじゃうんですよね。その前にも本当は出られる機会はあったんですけど、他の人に身代わりになったんですね。だからずっと居続けたんですよね。もう本当にキリストを表してました。で、その姿を彼は見ていて、そのビジョンをですね、エリック・リーデルが死んだ後に実行するんですよ。その後で、ちょっと後でこの朝鮮戦争起こるわけですけど、朝鮮戦争に行くのはイギリス人もね、この参戦するんですが、で、同じ船に乗ってね、君たち、どこ行くか、朝鮮で、僕はね、日本に行くんだと。で、福音を持って私も同じだと、福音の戦士だと。言って、こう彼は来てですね、そして北海道東北を中心にして、いくつもの教会を建てていくんですね。で、90何歳かで天に召されて、高齢でね、天に召されましたが。だから私たちも嫌われる理由はあったんですよ。ですね。でも、平和なるキリストが、その旧礼の思いをですね、このエリック・リーデルから始まってですね、もうそのままイエス様と同じようにやっていこうと、イエス様の命じられた通りにやっていこうっていうのを見てた彼が、によって、その彼の働きによって、私たち多くの同胞の民が救われてるんですね。もしかしたらその救われた人が、この私知らないけどね、この救われた人が救われた人っていうのはあると思いますよね。で、触れてると、触れてるかもしれない。で、こうやって福音の宣教はね、広がっていくんですね。平和の君なんですね、イエス様は。だから誰々が嫌いだ、もう付き合いたくないっていうのはありえないんですね、クリスチャンにとって。で、パウロはさまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されましたと言っていますけれども、そうですね、この律法っていうのが、律法の成就がキリストですね。この律法の要求も、死ななければいけないという要求もイエス様が満たしてくださったので、だから律法の目的がキリストによって達成されたので、まあ、廃棄された、そういう意味で廃棄された、まあ、成就したと言ってもいいんですけども、その他に午前中にお話しましたが、その口伝律法というのもあるんですよね、モーセの律法の以外にね。で、こういうものが壁を作って、まあ、いくわけなんですよですね。で、そうやってこう上手に自分を守るためにね、こう城壁みたいに作っていくんですよね。他に例えばイエス様が言われた、両親を敬えと、あなた方ね、この命令と神の命令を受けてるのによくも人間の教えによって無効にしたなと、覚えてます？コルバンっていうのかな、この、両親を扶養しなければいけないのに、なんかこう、これは捧げられた、神に捧げられたものですって言って、扶養義務をね、こう、もう拒むことができると。そんなの聖書に書いてないんですよ。神の命令なんかない、両親を敬えって書いてあるわけです。で、今の福祉制度とは違って、敬って扶養しなかったらもうのたれ死にですよですね。で、そういうことを平気でやる、これ自分を守るこの枠組みとしてこの壁ができてて、で、ましてやあれですよ、違法人と付き合い、違法人なんてね、あれすごいからね、当時のユダヤ教は、過激な考え方の一つとして、異邦人は、地獄の燃料とのために作られたんだと、というぐらいまでね、考えていた。そこまで壁を作っていたのをイエス様が廃棄されたんです。で、15節続き、こうしてキリストはこの2つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされましたと、まあ、こう言ってですね、この二つに分けられていた区別が取り除かれて、新しい一人の人、これだから新しく作られた新しいアイデンティティですね。それによってユダヤ人、キリシャ人もこの異邦人も新しい一人の人になった。これ大事なのが一人のって書いてあるところですね。一人の人になったわけですよね。で、どんなことをしても成し遂げられなかったこの区別、なんていうかな、この、違いがですね、このキリストにあって
まあ、実現するわけなんですね。これすごいですよね。贖いは一つに集められることだって、さっきね最初に冒頭で言ったじゃないですか。でこうやって一つに集められるというね、一つになるっていう。そういえばユダヤ人という法人って言ったらですね、まあ、私中東ね、いろいろ興味あるじゃないですか。表には出ませんけれども、元モサドのユダヤ人、モサドっていうのはなんかにアメリカで言うと CIA ですよ。でものすごい長けてるんですよね。で相手は大体イスラム教の国々のとかアラブ人とかね、ですよ。で今度はパレスチナ人のテロリスト、どっちもイエス様を信じたんです。で同じね、同じテーブルで飯食って、もう楽しんで腕組んでですね、喜んでるんですよね。一人の新しい人になってるから、交わってるんですよ、敵同士がですね。でこのような和解をすることができる、で神との和解ができるってことは、人との和解ができるわけなんですね。でこの平和っていうのが、まあ、来週持ちますが、生産によって、まあ、体現されている。体現というのは目に見える形で、こう儀式として現れるわけですね。まあ、衛生上ですねしませんけれども、教会によってはですね、生産式というのは一つの杯一つのパンなんですね。ちょっと拒む人が出てくると思いますので、まあ、特に今のコロナの時期はね。でも文字通りやっている教会もありますね。このまあ、もちろん杯を飲むたびにですね、こうちゃんと拭くんですけれども、まあ、それもちょっと限界が出てきますよね。少しずつねやりませんが、でパンも一つのパンからこう裂いていく、これはねやってますよね。まあ、こっちでもともと裂いちゃいますけど、最初はね一つのパンですからね。でそうやって一つの体、イエス様の裂かれた体を取って食べて、その入ったものが同じですから、同じ体ですから、同じパンですから、だから私たちは一つになると。で同じ一つの杯から飲んでいますから、その同じ血、イエス様の流された血が私たち一人一人にも入っているということで、一つになって、まあ、いるということを経験するわけなんですね。だからね、生産式ってね霊的なんですよ。でね、時には肉体の癒しまで含む癒しも起こりますね。でこれイエス様の平和なるイエス様が私たちにご臨在してくださるので、まあ、そういう超自然的な働きさえも起こるわけなんですよね。で次17節で、またキリストは来て遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を福音として伝えられましたと。エルサレムの城壁のすぐそばで、外でイエス様十字架につけられましたが、エルサレムにいた弟子たちに聖霊が下って平和の福音が述べ伝えられていくわけですね。イエス様がほら蘇られた後に、真ん中に現れて、平和があなた方にありますようにって言って、そして、私が父から使わされたように、今度は私があなた方を使わしますと、こう言いました。平和の福音を伝えていったんです。でですね、ユダヤ地方にいるユダヤ人とかは、近くにいた人々にもって書いてますね。これがそうです。遠くにいたあなた方にって、これあなた方って言ってるでしょ。これがエペソの人たちです。遠くにいた人たちにも福音として伝えられたと。キリストが来てくださったと。キリストは福音を語っていくところに共にいてくださると約束してくださいました。マタイの28章の20節で、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますということで、聖霊の働きによってこのイエス様が福音を伝えていく者たちとは共にいてくださるということでね。そういうことで、遠くであっても近くであっても変わらずにキリストが共にいてくださるから、18節、このキリストを通してこの私たち2つのものが1つの御霊によって道地に近づくことができるのですと。11月に一斉地旅行行きますけれども、行くグループはですね、神により近いところに行くっていうことでは、ここを読むとないわけですよね。日本で
御霊によって神に近づくのと、エルサレムで御霊によって神に近づくのは等しくなったんですね。これがキリストのお働きです。で、今ここでは一つの御霊によって御父に近づくと言ってます。これね、おそらくパウロはね、イエス様のサマリアの女に会った時のことをね、もしかしたら考えてるかもしれない。何かって言ったら、サマリア人とユダヤ人はそれぞれ礼拝する場所が違かったんですね。サマリア人はゲリジム山です。そしてユダヤ人はシオンの山、エルサレムですね。で、シオンの山の方が神は選ばれたとは言ってますけれども、サマリアの女にこのように、お答えになりました。ヨハネの4章の21節、女の人よ、私を信じなさい。この山でもない、この山というのはゲリシム山ね、エルサレムでもないところで、あなた方が父を礼拝するときは来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし、誠の礼拝者たちが、御霊と真理によって父を礼拝するときは来ます。今がその時です。父はそのような人たちを、ご自分を礼拝する者として求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は、御霊と真理によって礼拝しなければなりませんということで、御霊によって真理によって礼拝し近づくことができるわけですね。ここに差別がない、等しく近づくことができる。誰かがもっと神に近くて、誰かが遠いところにいるわけじゃないんですよ。パリサイ派と修善人のね、あれね、ほら、神殿のところに行ってさ、パリサイ派はさ、このように、私はこんなことしました、こんなことしましたって言って、修善人でないことを、のようでないことを私は感謝しますって言ってるけども、で、パリサイ人はですね、遠くからって書いてます。遠くから胸を叩いて、それで祈って、どっちが受け入れられましたか？修善人でしょう、きっと認められたのは。遠くにいた人が受け入れられて、近くにいたパリサイ人は受け入れられなかったと。で、これ間違いなんですね。等級作るのは。でもね、どっかでつけてます。この人は霊的だから神にもっと近いだろう。私は遠いから。はい。もしそういう思いが出てきたら、今日の御言葉で、ね、今日の御言葉。ですが、このキリストを通して、私たち二つのものが一つの御霊によって、御父に近づくことができるのです。これによってね、払拭させてください。ですか、近いんです。そして一つにされた者たちは、次に19節からは、異邦人も含めて神の家族の中に入り、神の家を構成しているということなんです。そこまで近づいたんです。だからクリスチャンで傍観者はいないんです。お客さんはいないんです。全員が当事者になったんです。ですか？19節。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのですと。いうことですけれども、旧約時代においてはですね、イスラエルの民が清め分かたれていて、そして他国人や寄留者っていうのもいたわけですが、もはやそうではなくて、あなた方も同じ国の民であり、神の家族なんだと、このように言ってんですね。だからペテロが大胆に第一ペテロの2章の9節でこう言ってます。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民ですとですね。でね、次回3章で詳しくパウロを話しますけれども、このことですね、異邦人もその聖なる国民になる、預かるんだと、そこにというのはですね、はっきり現れてなかったんです。少しずつですけども、徐々にですが。だからさっき言ったように、さっきっていうのはその午前中かな、イエス様が百人隊長であるとか、サマリア人とか、サマリア人は、ね、半分ユダヤ人入ってますけども、百人隊長ですね。で、そしてカナン人ですね。で、少しずつね、この関わりが出たっていうの、兆しがあったんですよね。でも今ここで御霊が降り注がれたことによって、異邦人も共に預かるという啓示が人たちに与えられたわけなんですよ。
なのでね、こういう意見の人たちがいるんですが、旧約時代のこのここに書いてあることはイスラエルに語られていることだから関係がないんだってこう言うんですよね。関係がないんだって。でこれ間違ってるんですよね。同じ聖なる国民のその約束に預かるものとなってますから。でローマの15章の4節で、かつて書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を持ち続けるためですと。かつて書かれたものってのはこれ、旧約聖書の話でしょ。これが私たちを教える、これ異邦人のクリスチャンも含めて私たちを教えるために書かれたんだということなんですね。でね、ちょっとねここで気をつけなきゃいけないのは、だったら今度逆の極端ね、だからイスラエルだから関係ないっていう極端もあるけど、今度はですね、もう私たち教会こそが神の民で、イスラエルの民はもう神のご計画の中にいないんだって、ね、そういう意味で預かるものであって預かってるだけなんです。でこれがローマの11章のところでは、継ぎ木でオリーブ山の、オリーブの山じゃなくてオリーブの木だ、栽培種のオリーブの木の幹に、野生種のこのオリーブの木の枝がね、これ私たち異邦人ですよ、継がれるわけですね。でそれによって養分を受けている、つまりアブラハム、イサク、ヤコブに約束されたことが私たちも霊的に受け取っているわけなんだけれども、その切り倒されたですね、枝ですね、栽培種の枝はもっとこれ野生種の枝でさえでね、この継ぎ木できるんだから神様はと。だから、栽培種のものはもともと元ちゃんの方はですね、もっと簡単に継ぎ木できると。つまりイスラエルは救われると、また復興するんだと、復活するんだということを教えている神様のこの約束は変わらないわけなんです。そういうのも含めて全て一つになるということですね。イスラエルも贖われて、そして救われたこの、この人たちですね、このユダヤ人、異邦人を含む人たちもこの救われて一つになって、そして同じ神のためになって、で神の国を受け継ぐということなんですね。でですね、これで神の家族になって私たちは、神をお父さんと言い、イエス様は長子と書いてありますが、これ簡単に言うとお兄さんです。一番上のお兄さん。そして私たちは互いに兄弟、また姉妹ですね、となっているわけなんですね。で次に、使徒たちや預言者という土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石ですと。今神の家族って言いましたが、そのこっちは神の家ですね、建物に例えられていて、いるわけですよ。で大事なのは土台じゃないですか、建物は。使徒たちや預言者たちという土台があるわけです。でその土台によってこの教会が立て上げられていくわけですね。で聖霊が注がれた後に、新しくできた教会はですね、使徒たちの教えを固く守ると書いてあります。で使徒たちにイエス様が特別な権威を与えて、で彼らの教えというのが聖霊に導かれて神の言葉と、みなされていくわけです。これが新約聖書ですね。で旧約聖書はもともとね、神の言葉とみなされていたわけですから、でこうやって、この立て上げられていく教会は、だから私たちにとっては新約聖書ですよ、もちろん旧約聖書も含めてなんですが、この預言者って書いてますけど、これ新約時代に立てられている預言者なんですね。でこれが土台となって、でキリストイエスご自身がその要の石だと。だからその人たちが伝えている教えている内容っていうのは、キリストが中心なわけですね。要の石って何だか分かります？でいろんな訳され方がしてね、隅の石とも訳されてたんですよ。でね、隅の石っていうのはなんか建物で、このいろいろこういう建物で、私もコーナーストーンね、この隅の石があるところ、あそこでエルサレムでね、神殿の壁のね、ローマ時代ですよ、その当時の、ここにあった、これがそうなんだっていうふうに説明されましたから、これ隅にあるんです。で要はその石を取っちゃうと
建物全体が崩れるっていう要になってるんです。でこれ要の石っていうかはね、別に建物の隅だけではなくて、ローマの建築物でアーチってあるじゃないですか、ここアーチ、こういう感じですね。どこかの地面を平らにしたい、これ盛り上げたいという時にまずアーチを作ってですね、そしてこう盛り上げるとかね、そういう、あと 橋に使うとかね、その下に使うとか、いろんなところでアーチが使われるんですが、これね、ただ石を積み上げてるだけなんです、こうやって。で落ちないので、大体石による建造物ってあれは別に接着剤でくっついてるわけじゃないですよね。それ重力をこう使って、そしてその細かいところでそういうふうにしているんです。だから神殿とか行くと、ヘロで作った時はですね、こう若干少しずつね、内側にこう積み上がっていくんですよ。だから縦のように見えて実はこうなってるっていう、だから縦のように見えて実はこういう感じです、ほんの少しねなってるんですけど、そうやってただ積み上げてるだけなのに、なんですかね、崩れないんですね。でもこのアーチに戻りますが、このアーチもね、積み上げてるだけなのに全然崩れないんですよ。崩れる場所があって、この一番上の部分ですね、上の部分ポーンと取るとですね、もう全部が崩れるんですよ。というのが要の石です。で詩編の118編の22節に、家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったと、イエス様の予言ですよね。でこの方が要の石、この方を私たちは中心にしていくことによって立て上げられていって、21節、このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となりますと。で今組み合わされるっていう言葉使ったでしょ。で実際にそのヘロデの神殿とこ行くとですね、これ実際私やってないから分かんないんだけど、あまりにも正確で、刃物もね、その隙間に入らないんですって。だからこれすごい精密に作られてるから、このだからブロックみたいなもんですよ、これ入れるんだけど、すごい精密だからもう隙間が全然ないんですよ、ぐらい組み合わされてるんです、しっかりと。あとその前は幕屋の時代があった時も、その時も組み立てていくでしょ、組み合わされて、そして初めて主にある聖なる宮となるわけですから、私たちが、いかに、この部分部分で組み合わされて、このやってってる、自分だけの自前だけでクリスチャン生活してるわけじゃ全然ないわけですね。もうお互いが、だから自分に何かできないことがあって当たり前なんですよ。それいいことなんですよ、別に。だから他の人が賜物があるわけだから。意味わかります？ね。だそういう組み合わせて成長するって書いてある。これね、いつもね不思議だなと思うんですよ、パウロの書き方。後でこのエペソの、4章にも出てきますけど、いや建物だから成長しないだろうってね。でこれ4章見ると分かるんだけど、これね、キリストの体っていう人体と建物をね、これ表現を一緒くたにしちゃったんですよね、パウロって。だからここで言ってる成長っていうのは、キリストの御丈にまで成長するという意味です。だから私たちが成長するんですけれども、個人個人のクリスチャンが成長っていうのもあるんですが、ここで言ってるのは私たち全体で成長するというか、キリストのように見える、キリストのようになっているですね。そのように御丈がなっていくということなんですよね。で、最後に聖なる宮となると、だつまりここに聖なる霊が住んでくださって、そして御霊が働いておられるから、神の栄光を見ることができるようになっている。ちょうど祭司がね、入っていって神の栄光を見るわけじゃないですか。それと同じように御霊によって私たちが神の栄光を見ることができるようになっているわけです。22節、あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのですと。だからここでね、聖なる宮となるとかなのかって、これエルサレムにあるわけで、エペソからほど遠いわけですよ、ね、めちゃめちゃ遠いわけ。でもあなた方もって言ってるわけ、エペソのあなた方もそうですよ。でエペソの彼らにとってはね、アルテミスしかないわけよ。だからこれちょっと日本式にするとね、日本式にするとね、イスラエル、ね、
イスラエルの話ばっかりされてさ、なんか遠い話だなって思ってるけれども、あなた方もこのキリスト、俺たちの近くにはね、もう成田山のあそこのね、あの寺しかないしね、もう身近なところって言っても偶像だしとかさ、こうなっちゃうわけ。成田山多いよね、参拝ね。あとどこだ、明治神宮か、まあどこでもいいんだけども、なっちゃうわけで、彼にとってはアルテミスなわけよ。世界七不思議に入ったんだから巨大ですよ。あそこのあのアテネの何だっけ、あそこの何ていうのかあれば、アテネの神殿、パルテノ神殿のね4倍って言ってましたね、このガイドっていうか、この団長さんが。相当でかいっすよ。めちゃパルテノ行ったけど、めでかい、4倍やばいぐらいでかいですよ。で偶像、もうあの女の人見たくない、写真でいつも見るけど、グロテスクすぎちゃって。で、でもね、あなた方もってこう言ってるんです。あなた方も共に築き上げられますよ。で、御霊によって神の御住まいとなるのですと。ちなみにね、エルサレムに行くとですね、まあ今のエルサレムじゃないですよ、当時ね。違法人も行けるんですよ。行けて庭まで、外庭まで入れるんです。違法人の庭って呼ばれます。でそこでパウロもね、最後の旅の時、エルサレムの旅の時に、でこのヤコブのとこに、ヤコブに会いに行ったのね、この教会の。そしたら、あのなんかそのパウロはね、律法を破りなさいとかなんだかって言ってる根も葉もないね、あの噂が流れてるから、あのそれもやめさせるために、あのこの人たちね、ちょうど清めの儀式をね、あのこれ行うから、あのちょっとお金払ってあげて行きなさいと。まあだから、まあ善良なユダヤ人としてね、あのこうやってて、もういいよ、全然そんなことは大したことないよと思って、パウロやったの。そしたら騒動起こったじゃないですか。あれなんで起こったかって言ったらですね、あのそのね、異邦人の庭だって、その内側にね、さらにね、イスラエル人のイスラエル人が入る、イスラエル人だけが入るとこあるんですよ。祭司が婦人の庭っていうのがあって、そしてイスラエル人、そして祭司が入る聖所があってですね、でそこのところに、あのこの印が、標識があってですね、でそれ今イスラエルの、イスラエルトルコのイスタンブールにある、この博物館に今あるんですけれども、そのだからトルコが持ってっちゃったね、昔ね、で言ったんだけど、そのここを通ったら自己責任で、死んでも責任問われないよっていう、そこを多分ね、入ったんだっていうことをね、パウロ言われたんですよ。でももちろん違うんだよ。でね、言った人は誰かって言ったら、エペソで会った人、パウロがここに来て、エルサレムに来て、その異邦人の庭からもっと奥に入っていったんだと。でエペソの人なんですよ、こう間違えられちゃったのは、ね、でもあなた方はって、だからこう結構ね強いんですよ、ここね。でもあなた方は、あなた方も共に築き上げ、共になんです、築き上げられて、そしてこの御霊によって成長するんだよと、こう言ってるんです。誰一人として、漏れることなくですね、本当に神様は、このキリストの体、また神の建物として、私たちを当事者にしてくださっているんですね。でね、これあの私ね、こういう説教をするとですね、あの正直限界を感じます。というのは、あとは実践しなければ意味がなくですね、で祈りの中で本当に皆さんが実践をしていくということに委ねられるわけなんですよね、うん、もう私はね、ここまでなんですね、この語ることだけですね。あとはもう本当に皆さんが聖霊に導かれて、そして実践をしていく、まあ、実践というのはつまり、まず自分が、もうここは私はね、もうなんか来るだけでいいわとかねとか、あるいはあの人はちょっともう違うわとかね、でそういうことないんだよっていうことです。そういうことじゃないんだよってことですね。ですか。お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。このようにして本当にあなたが私たちに与えてくださった、この貴重な真理を示してくださって感謝いたします。キリストが平和であって私を一つにして、そして神の建物になっていて、このように生かされていて、遠くにいたエペソの人たちが、あなたの、御霊の働かれるど真ん中に
導き入れられたのですから、私たちも同じようにど真ん中にいるんだということを感謝いたします。天のお父さん、もちろん私たちだけじゃなくて、このあなたの皆を呼び求めている教会がみんながそうなんですけれども、しかし私たちが本当にど真ん中にいるんだということを本当に信じて感謝いたします。主をどうぞここにいる一人一人を豊かに祝福してくださり、イエス様が近い方になっていますようにお願いいたします。そして本当に呼び求めてイエス様から答えられて、本当にこの素晴らしい御霊の働きをこの1週間も見ていくことができますようによろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。